天下人とは天下の政権を掌握した人のことを言う。主に戦国時代から江戸時代初期にかけて琉球と江戸地の大半を除く日本全土を自らの支配下に置き、日本全土を統一したものを指す。もともと天下とは世界の全体を指す抽象概念であり、古代中国の思想概念だったものが日本でも古代から用いられるようになった。 天下という言葉は、蘇我馬子が想像した、宝光寺の塔の露番名で、水古天皇4年に使用されていることが確認されている。また、天皇という名称の前身にあたるものとして、自天下大王などが存在する。天下人という言葉がいつごろ出来上がって、誰が使い始めたかは定かではないが、江戸時代初期の元那7年より書かれた、川澄太鼓記が初めてと言われており、 この頃にはすでに普及、定着しつつあったことがわかる。天下を掌握する、天下人が天下を取った人である、以上、当然の条件として言えるが、天下人が取った天下の内容が、時代によって一様ではなかった。例えば、源頼朝は、自らの事業を、天下の曹操と称したが、後の豊臣秀吉や徳川家康が、日本六十四州を支配したことに比べ、 よりともが直接支配した地域は、比較にならないほど小規模である。しかし、よりともが天下人と呼ばれるのは、御家人制と呼ばれる個々の武士たちとの主従的結合を通じて、全国に影響力を及ぼすことができたためである。足利高氏についても、同様のことが言える。室町時代後期、天下は、もともとの移民以外に、 京都を中心とした周辺地域という意味でも使われていた。天下人たる室町将軍は天皇王権を要し、京都を中核とする周辺地域を支配し、地方の諸大名も従属、統制下において地域紛争を調停する役割を果たしており、戦国時代に尾張国の織田信長は将軍足利義明を要して間接的にこの役割を担い、 元気4年には、将軍義明を追放し、自身が天下人としての立場を継承し、地方大名を従属、統制下に置き、本能寺の変で休止するまでに、犠内を含む二十数カ国の支配を完成させ、数多の勢力を従属させるなど全国に異例を及ぼしている。信長の死後に、天下人としての地位を継承した、豊臣秀吉は、天下統一を成熟させ、 より統括的な支配構造を作り上げた。秀吉の死後も徳川家康が打ち立てた江戸幕府にまで継承されていたものと考えられている。武士として政権を立てる天下人と呼ばれたのはいずれも武士である。つまり武力を背景として武家政権を起こした者が天下人とされてきた。朝廷の進化として振る舞う天下人は 例外なく朝廷の進化という形を取り政治の実験を握った。彼らは皇室を頭の上にいただいて事業を進めていたと言える。武家政権が出現した頃には皇室は次第に権力を失いつつあり権威だけを保有する方向に向かっていた。それでも皇室は64州の主であった。朝廷の進化としての天下人は 聖意大将軍のような武漢コースを取る場合と、関白や大乗大臣といった文官コースを取る場合とがあったが、天下人自体に、それらはあまり関係のないことであり、一定のポストにつかなければ、天下人と見られないわけではない。源の頼朝、足利高氏、徳川栄康は、聖意大将軍になっているが、豊臣秀吉は、関白となる道を選んだ。織田信長の場合、 天正三年、右この絵大将となり、内大臣、右大臣へと進んだが、その後は無冠となっている。朝廷から、関白、大城大臣、聖意大将軍のいずれかへの推挙をしたいという要望があったくらいである。政権が全国性を持っている。天下統一とは、常実の通り、日本全国を統一して一元的に支配することである。秀吉と家康の政権は、 名実ともに全国政権であった。頼朝の場合、両国的な支配は東国中心であったが、御家人制によって全国的に人を支配していた。高氏になると南北朝の時代になっており、お互いを正当な政権であると主張していたが、北朝を要した足利家の武家政権は、終始、公家である南朝政権より強力であり、 日本の中心部である京都をほぼ支配していた。信長の政権も、機内を含む京都とそこにいる朝廷を抑えていた。その意味においては、全国性を持っていたことになる。天下取りの意欲がある天下人になるためには、まず天下人になろうという意欲があることである。しかし、その意欲が、どのくらい強固なものであったかは、別問題である。頼朝にしろ、高氏にしろ、 中央政権とは違う新しい政権を樹立しようという意欲は、その時々の事態が進行してからである。また、天下取りという意欲を持てば、誰でも天下を望める風潮が出てきたのは、戦国時代になってからのことで、それを目指す者の,の中で何人かの者だけがある段階で天下取りへの意欲を持つようになり、そのうちのまた何人かが成功したというのが実情であろう。 一定の軍事力、経済力を備えている天下順の政権は、それを樹立するにあたって、妨害を排除し、ライバルを圧倒するだけの軍事力がなければ成り立たない。政権樹立後も、抵抗しようとする者たちを抑えて、これを維持していくための武力が必要である。しかし、その軍事力は、必ずしも自前のものとは限らないし、そうである必要もない。軍事力は数あるいは、 質の問題なのである。経済力も天下取りの重要要素である。日本では経済力は農業生産力ことに米の生産力が主流である。米は貨幣と同様に通用する便利な商品であった。とはいえ、諸大名も将軍も米ばかりを当てにして動いていたわけではない。平野清盛は日ソ貿易に力を入れていたし、足利義満も 日民貿易に熱心だった。信長が楽市、楽座のような商工業を重視していたことは有名である。秀吉は金山銀山を直轄化しており、豊臣氏が不況であったのはそうした背景があったからだとも言われている。必要な価格、地位などを持っている天下人の政権は軍事政権であると言っても、ひたすら武力で支配していたわけではない。支配される側に、 支配されることへの動員や関心を呼び起こすようなことも考えなければならない。政治権力というのは単なる実態として存在するわけではなく、それに従うもの統治されるものとの関係において成立するものである。ここでいう価格や管理といったものが支配されるものを納得させ、支配される者が自ら納得するための重要な要素の一つであったと言える。支配する側としては、 そうしたものを備えることによって、支配することの正当性を獲得するような形になるのである。頼朝の場合、聖は源氏の着流であり、源の義家のヤシャであるという価格があり、高氏も全く同じであった。しかし、応仁の乱以降、戦国時代に入ると、月国城の風潮が高まり、価格破壊が実現した。百姓出身であり、価格以前の秀吉は、 もちろんのこと、信長や家康にしてもその価格は決して高いものではなかった。価格破壊の結果、実力さえあれば子祖制の怪しさなどは、黙認された時代になっていた。慶長8年、徳川家康は、聖夷大将軍の宣言を受け、江戸に幕府を開いた。それ以後、最後の将軍、徳川義信まで15代、約260年間続いた。しかし、 黒船来港で上位、孫老思想が高まり、最終的には徳川幕府は倒壊し、700年近く続いた武家政権は幕を閉じた。武家政治は大政奉還王政復古明治維新という形で、終わり、日本は近代化の道をたどっていく。それと同時に、武士階級そのものも存在理由がなくなり、武士、百姓、 町人の封建的身分制度が撤廃され、武士の消滅とともに、天下人の歴史も終焉した。ありがとうございます。